全身チャンネル第152回、本日は私たちがここ東京大学駒場キャンパスからお送りします。今回の前身はこちら、 JR の労組解体に大反撃を、韓国フランスに続き国際連帯で改憲戦争の安倍政権を打ち倒せ、沖縄星野三里塚に勝ち抜き2019年へ。12月14日、安倍政権は米軍新基地建設のために名護市辺野古沿岸部への土砂投入工事と海の埋め立てを強行しました。徹底弾劾します。全学連は13日夜、首相官邸前で抗議行動を行いました。また14日当日には辺野古浜で緊急集会が行われ、沖縄大学学生自治会の赤嶺くんも参加しました。こちらの記事をご覧ください。カンナマ弾圧粉砕へ600人が決起、改憲共謀罪適用阻止を誓う。12月8日、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部への大弾圧に抗議する集会が大結集で打ち抜かれました。戦う労働運動潰しのために組合員延べ40人が逮捕され、今も12人が不当拘留されています。完全黙秘で戦う仲間と団結し、今すぐ取り戻しましょう。労働組合の団結の力で改憲戦争弾圧をぶっ飛ばそう。新刊紹介です。4面の広告をご覧ください。マルクス主義学生同盟中核派は12月末機関紙中核第4号を発刊します。テーマは日大東大闘争50年、21世紀学生運動の爆発をです。あの歴史的な日大東大闘争をドキュメント形式で再現しました。私たちは大学とは何かを改めて問い直します。学生運動の高揚に向けて私たちの決意も収録されています。青年学生の皆さんにおすすめの一冊です。新書版定価1000円、プラス消費税7000円、 Amazon で絶賛予約受付中です。全身の定期購読とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もチェックしてください。